こんにちは、研修エンターテイナーの藤本です。今回はアフターコロナの研修のあり方というテーマでお話をしたいと思います。現在ですね、コロナ禍におきまして多くの研修がオンライン化されていることと思います。そしてだんだんとですね、コロナが収まってきまして、このオンライン研修とこの集合リアル研修とこれはどうなっていくのかな、こんなことをね、模索している企業様も多いんじゃないでしょうか。そこで今回はですね、このアフターコロナの研修はどうなっていくのか、そしてその中でもやはりこのオンラインの品質をより高めていく、この必要性についてね、確認したいと思っております。今後の研修のあり方について改めて確認したいなという方はぜひ最後までご覧ください。では行ってみましょう。まずはアフターコロナにおける研修のあり方について確認していきましょう。現状このコロナ禍におきましては、このリアル集合研修をやっている企業様はほとんどないと思うんですよね。多分多くの研修がこのオンラインに切り替わる、もしくは研修自体を一回取りやめしている、こういう企業様も多いんじゃないでしょうか。私もですね、今期に入ってから4月から9月のこの上期におきましては、ほとんどの研修がこのオンライン研修になっています。このリアル集合研修はと言われると多分指を数えるぐらいしか担当してないような気がしますね。じゃあこのアフターコロナ、コロナが収まってきたら全てが全てこのリアル集合研修に戻るのかっていうと、そうじゃないと思うんですね。と言いますのも、このオンライン研修、この始まりからしますとね、このコロナという状況下におきましてやらざるを得ない状況にはなりましたけども、このオンライン研修をやって最初は不安を持ってた、ね、企業さんもいろんなメリットに気づき始めていますね。例えばこれ、リアル研修とほぼ同等の運営ができる。そうですね、確かにみんなが集まってっていうのと画面越しっていうのは、ね、非常に大きな違いだとは思いますけども、研修の運営でいうと講師がレクチャーをしてみんなが聞く、またはグループに分かれてグループワークを行う、またはロールプレイングを行う、これもできますからね。となると基本的な運営は一通りオンラインでカバーができてしまうということ、そして受講者の業務負担の削減と、これは実際リアルの研修に出ようと思うとやはり移動時間とか人によっては全泊なんてしますとね、前の日の業務を少し切り上げていかなきゃいけないとか、なんだかんだ業務の時間を圧迫してしまう、こんなことがあります。ただしオンラインであれば事業所からパッと受けられる、または自宅からパッと受けられるわけですから、こういう業務負担はなくなりますよね。またこの交通費の削減というのも大きいんじゃないでしょうか。研修を開催するとなるとすぐ目がいってしまうのが外部講師の派遣費用、高いねってなりがちですけども、意外と高いのは受講者の方々を集める時の交通費、宿泊費って結構大きくないですか。例えば15人20人の、ね、受講者で全国から集めようと思ったら、宿泊交通費で軽く多分外部講師の派遣料と同等かそれ以上の、ね、金額がかかってしまいます。オンライン研修することによってこれらの金額が全部カットできる、これは大きなことですよね。そう考えますとオンライン研修も悪くないっていう、ね、方も多いんじゃないでしょうか。となると全てが全てリアルの研修に戻るかっていうと、そうではないということです。となるとアフターコロナの研修のあり方ってどうなっていくのか。まず一つの方向性はこれ、このハイブリッドっていうのが、ね、あると思います。これは先ほど言った受講者の、ね、業務負担とか、また交通費の、ね、等々を考えますと、遠方の方はオンラインで、そして近場の方々は集まってというね、集まった研修をオンラインで配信して同時に受けてもらう、こういう、ね、研修のタイプが増えていくんじゃないでしょうか。私もすでにですね、このハイブリッドということで実際教室で研修をしながら、それをカメラで撮りながら遠方の方に見てもらう、そして遠方の方に振ったり、またはこの目の前の、ね、受講者に振ったり、こういう、ね、オンラインとこのリアルを、ね、合わせてやっている、こんなこともよくやります。そしてもう一個の方向性はこれ、住み分けということでしょう。これは何かと言いますと、やはりオンラインはオンラインでいいんですけども、やはりリアルにはリアルの良さがありますよね。やはり全体が集まることによる空気感とか、またはこう自宅でポツンと蹴る、授業してポツンと蹴るんではなくて同じ仲間で学び合うというこの空気の強さ、これ大きいと思うんです。そう考えますと、このリアル研修というのは新入社員研修とか、または年次研修、または昇格化研修のようなね、集まることに意味がある、こういう研修はやはりリアルとか集合研修に戻っていくと思うんです。またこの特定の講師などとありますけども、これは例えばハイパフォーマーな、ね、講師の方からしますと、やはりリアルでその空気感を味わいたいとか、
その熱量を味わいたいってありますのでね、そういう研修もリアルになっていくんじゃないでしょうか。じゃあオンラインはっていうと主にこんなこと、知識研修とかスキル研修、つまり集まることの、ね、優位性というよりはその知識を身につける、またスキルを身につけるということであれば、このほとんどの、ね、運営ができてしまうオンラインで十分じゃないかということになるわけです。となるとこのように今後はハイブリッドで行う、またはリアル研修とオンライン研修の住み分け、これがおそらくアフターコロナの研修のあり方になっていくんじゃないかなということです。どちらにしてもアフターコロナで全てが全て集合リアル研修に戻るということではなく、やはりこのオンライン研修は今後も必ず残ってきます。それを考えますと、このオンライン研修の品質をさらに高めて、このリアル研修とオンライン研修をどっちもね、高品質なものにしていく、これは非常に大事なことだと思います。いかがでしょうか。アフターコロナを考えますと、やはりこのオンライン研修は残っていくわけですので、このオンライン研修の品質はぐっと高めておく、これは大事なことですよね。ではオンライン品質を高めるってどういうことか、勝手ながら少しレベルをね、つけさせていただきました。レベルの0からレベルの5まで、ね、考えましたけども、皆様はレベルいくつでしょうか。まずレベルの0と言いますと、まさにこれだけ、パソコン1台を、ね、置いてパソコンに向かって一生懸命オンラインを配信する、これがレベル0と言います。さすがにもうこういうオンラインを、ね、している方は少ないんじゃないかなとは思います。ただもちろんね、もう1台パソコンを置いてバックアップを取ってますよね。最悪メインの方のズームがポーンと落っこってしまってもバックアップを置いておくことによってすぐに戻せる、つまり切断しなくて済む、こういうことですよね。またバックアップの方はね、パソコンではなくて iPad とかのタブレットでもね、いいと思います。じゃあレベルの1って何か。まずこの品質を高めようと思った時の第一歩、それは映像か音声かというと圧倒的に音声です。いいですよね。やはり画像が少し見られても音声がクリアとするならば、受講者の方々はね、ストレスを感じません。そう考えますとレベル1のポイントは外部マイクとなります。いいですよね。でこの理由はと言いますと、もちろん音質もありますけども、そのままパソコンのねマイクを使ってますと、カタカタカタっとするとこのタッチ音もねマイクが拾ってしまうので、これも受講者がすると不快ですよね。ぜひマイクを入れて音質を高めていきましょう。このマイクと言いますのは、こういうヘッドセットでもいいんですけども、やはり配信側がねボテッとするのもかっこ悪いですし、またこういうイヤホンマイクっていうんですか、これもね決して見栄えがいいものではありません。やはり外部マイク、コンデンサーマイクとかをね置いていい音で配信する、これが大事なことだと思います。いかがでしょうか。そしてレベルの2って何か。レベル1は音声でしたので、レベルの2はそう、映像面になります。映像面と言いますと、まずは明るさですよね。さすがに受講者の方からするとね、時々こう逆光の方とか、なんか変な光の方もいらっしゃいますけども、やはり配信側ですから明るくね綺麗な映像を送りたい。そう考えますと、まずは部屋の明るさはどうかな。で部屋は明るくても、やっぱり朝から晩までね研修やってますと、日の光って角度変わってね、明るさも変わってしまいますから、できれば照明は用意すべきだと思います。まあ、こんな立派なね照明じゃなくても、こういう丸いねリングライトでもいいと思います。顔が明るく見えてますか、よろしいですよね。でさらにもう一個レベルアップするならば背景ですよね。背景がなんかこう部屋のねぐちゃぐちゃっていう感じとかだと、ちょっとやっぱり研修の環境ではありません。せめてこのバーチャル背景とかをね入れるためにも、グリーンバックを置きながら綺麗なねこう背景を入れられる、こんなこともね考えてはどうでしょうか。この映り方というのがレベルの2になります。じゃあレベルの3って何か。同じこの見え方なんですけども、先ほどはマイクで音声を良くしました。今度はカメラになります。カメラを変えることによって、やはり表情とかこの色合いもね全て綺麗に映りますよね。パソコンの内蔵カメラはやっぱり粗いですね。もちろんウェブカメラでもいいんですけども、やはり研修というねやっぱりより良いものを提供していこうと思うんであれば、外部カメラをね用意することをお勧めします。まあ最低でもスマホ、もしくはビデオカメラ、一眼レフなどもありますけども、より良いカメラで綺麗な映像を提供していく、これがレベルの3になります。ではレベルの4って何か。もうこの音声も映像も綺麗であればもう十分じゃないかと思うかもしれませんけども、やはり今後見据えますと、ハイブリッドなんてね考えると、ぜひ使ってほしいのがこれ、スイッチャーというものです。まあ、これは ATminiというね、まあ、手頃で優秀な、ね、スイッチャーですけども、これはぜひおすすめです。
私もですね、最初スイッチャーって聞いた時にスイッチャーみたいな、何を切り替えるんですか、必要ないわと思いましたけども、めちゃくちゃ必要ですね。これ何かと言いますと、このスイッチャーを使うことによってもちろんスイッチをするわけです。何をスイッチするかというと、まあ一般的にはカメラともう一個パソコン、パソコンを入れてパワーポイントのスライドとカメラをパンパンと切り替える、こんなことができるわけです。特にオンラインですと、やっぱり普通の教室と違ってずっとね、受講者は画面を見てますから、ずっとパワーポを見てるだけでしたらやっぱ飽きてしまいますよね。そこで画像の変化を起こしましょうと、パワーポを映したり自分を映したり、この ATEM ミニは4つの映像ソースを入れられますので、カメラとパワーポだけではなくて他のものも入れていいと思うんですよね。で、私なんかですと、もう一個これに iPad を入れ込んで、 iPad のね、例えばホームページとか、またはそのお絵描きソフトを使って、そのホワイトボードとかをね、こう切り替えて使うとね、よりこう変化があって受講者の集中力を保つことができます。また先ほど言ったハイブリッドってありましたよね。まさにリアル研修をやりながらオンラインでも配信する。その時にも、この ATEM ミニスイッチャーにカメラを2台ね、こう入れ込んで、例えば遠くから見た映像と近くのね、この表情とね、両方カメラで撮っておくと、例えば遠方の方には全体を見せたり、また講師をアップで見せたいと切り替えることによって、みんなと一緒に受けているという感覚もね、得られると思うんです。それを考えると、この ATEM ミニスイッチャーを使ってカメラ、カメラ、パワーポ、またはこの iPad なんてね、入れるとより変化もあるし、オンラインでもハイブリッドでも非常に有用な武器になると思います。いかがでしょうかね。このレベルの4、スイッチャーを使って画像を切り替える、これを実際にね、もう取り入れている企業様は増えてきました。私のお客様でもこのスイッチャー ATEM ミニを使って実際にオンライン研修やってるところが増えています。じゃあレベルの5って何ぞやと、まだあるのと思うかもしれませんけども、せっかくこの ATEM ミニを使うんだれば、レベルの5はね、ぜひやってほしいと思ってます。これは ATEM ミニにソフトウェアをつなげて、さまざまな画面の合成を行うということです。このソフトウェアを使わないと画面を切り替えたりとかね、ピクチャーインピクチャーはできますけども、この画面の合成はできないんですよね。合成ということですから、パワーポイント、先ほどのホワイトボード、ホームページをね、背景に持っていって講師を合成する、これができるわけです。まさにこの状態ですよね。今これはまさに ATEM ミニを使ってパワーポイントと私を合成している、こういうことです。このことによってやはりこの受講者の見え方って変わってきますよね。これができれば受講者からすると、このパワポと、また講師をね、こう行ったり来たりせずに同じ画面の中で集中して見れる、また講師がパワポイントの中で指差しをしながらね、講義をするわけですから、非常にね、理解度も高まるんではないでしょうか。今私の位置をね、固定してますけども、実際の研修ではこのように大きくしたり、また位置を変えたりしながらね、でこちらがですねと、でちょっとちっちゃくしましょうかなんて戻ったり、こんなね、言い方をします。こうやって変化をするだけでもね、受講者がするとまだまだ慣れてませんから面白いみたいですね。なんかお天気お兄さんみたいですねみたいな、お天気お兄さんっていうのもね、ちょっとおかしな話ですけども、このようにリアル研修と同じというわけにはいきませんけども、オンライン研修の工夫を通じて受講者の集中度、また興味をね、高める工夫ができるんではないでしょうか。これがオンライン品質を高めるということになります。ここまでアフターコロナの研修のあり方というのをテーマにですね、さらにオンライン品質を高めることの必要性についてね、確認してきました。やはりアフターコロナにおきましても、やはりオンライン研修はなくならない、むしろハイブリッドとか住み分けとか、よりリアル研修とオンライン研修がより相乗効果でね、より良い教育を提供していく、これが重要になっていくんだと思います。それを考えますと、このオンライン研修の品質を高めることにもより注力して取り組んでいただければと思います。ちなみに先ほどのね、レベル5に関しまして、この ATEM ミニ等々の使い方はどうするか、これにつきましてはね、これまで様々な動画を上げておりますので、概要欄にリンクを貼ってありますので、後ほどご覧いただければと思います。よろしいでしょうか。さて、今回の動画いかがでしたでしょうか。よかった、参考になったという方は、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。また、リクエスト等もありましたら、コメント欄に入れていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。またこれからもより良い動画を上げていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。